こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は千住大橋駅から足立市場まで行きたいと思います。はい、結構すぐそこ、足立市場。はい、皆さん行かれたことありますか？私も実は初めてなんです。はい、東京都中央卸売市場、足立市場。はい、こんなところあるんですね。こんな近くに市場あったんだということで、ちょっと行ってみます。はい、ということで、私の大好きなラーメン二郎が目の前にあるじゃないですか。すごい、さすが。やっぱね、人並んでらっしゃいますね。すごい、この京成線の千住大橋の駅のすぐに二郎あるんですね。初めて知りました。はい、私京成線ってあんまり乗ったことがないんですが、以前ですね、この千住大橋駅の一つ先、京成関屋の駅はですね、結構使ったことがありまして、この京成関屋の近くにですね、アミューズパーク足立というですね、釣り堀があるんですよ。釣り堀。はい、ここに結構ね、この京成線使っていきましたが、懐かしいですね。はい、けどね、途中からはもう自転車で、弓矢さんから自転車でそのね、アミューズパーク足立まで行ってましたけど、そうなんですよね。はい、ということで京成線、はいね、市場まで行きます。はい、初めて市場。皆さん、この市場行かれたことありますかね。ね、最近だと豊洲の市場も新しくそうなりましたよね。そう、そこもね、私まだ新しくなって行ったことはないんですが、はいね、結構市場ってドキドキしちゃいますね。ドキドキ、ワクワクみたいな。はい、そうですね。ね、なんか結構鮮魚とかのね、市場なんですかね。まあ、いろいろね、成果とかあるんでしょうけど、そうで、ちなみに私の目の前に見えるのが松尾芭蕉のね、像があったんですよ。そう、松尾芭蕉の千住宿奥の細道、プチテラスってなってますね。ここは国道4号線が旧日光街道が分かれるところにある目印ということで、旅立ちの地千住から奥の細道へ向かった松尾芭蕉の石像があるみたいですね。はい、ということで、なんか可愛らしい松尾芭蕉さんでしたね。はい、ということで、足立市場到着です。入り口だけですが、はい、到着しましたね。この中入れるんかな、ちょっと入れる、今日はね、ちょっと入り口までですが、はい、いつかね、ちょっと中入ってみたいななんて思いますね。はい、ということで、今日の弓矢散歩、千住大橋の駅からですね、足立市場までやってきました。近かった。はい、動画をご覧いただきありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。さようなら。